ちゃんさん訪問ありがとうございます。ピレゆきさんハーレシカ簡ー単ー。うんありがとう。こんばんは来てくださってありがとうございます。力士ハーレシカ簡ー単ー。うんありがとう。こんばんは来てくださってありがとうございます。 おがっこさん、えーとー、なんだっけ。流れ星だ、流れ星、ありがとう。ありがとうございます。おがっこさん、晴れですか。かんたん,、うん。ありがとう。ありがとう、こんばんは。晴れちゃん、今日も美人で幸せ、やったね。<laughs> ありがとう。ちょっと晴れは、くしを探してたんですけど。 見つからない、どこ行っちゃったっけな力人、バラありがとうバラ,バラバラバラありがとうありがとう、こんばんはアールグレイさん、ハーレシカーカーんうんありがとう、こんばんはえーと、えーと、ヒロヒロさん ハレシカーカンタン。うん。ありがとう。こんばんは。ハローさんおつハレちゃんおつハレちゃんありがとう。こんばんは。ストームさんこんばんはでこんばんは来てくださってありがとうございます。モンバイさんハレーカンタン。ん,ん,うん。ありがとう。こんばんは。 ハレお嬢さん皆様こんばんは今日もお疲れ様でしたよろしくですって力地挨拶ありがとうこんばんはお疲れえっ、ー、とアールグレイさんお花ありがとうありがとうございますあれハれ、今度さん読んだ分かんなくなっちゃった今一瞬でえ <laughs> でも読んだ気もするなあれ読んでないけ読んだよね多分 エイズンさん、はーれしかーかーたん、うん、ありがとうこんばんは来てくださってありがとうございますジュンさんもし街中で藤崎はるさんですよねファンなんです握手してくださいって言われたらどうするえ <laughs> え本、ー、当ですかって言って握手しますよ全然しますよでも絶対はり見つけられないと思うな <laughs> 本当にやはり松中に溶け込んでるっていうか本当にもう一般の人だから <laughs> 見つけられたらでもお名前をお聞きしたいな「え何さんですか?」ってそうやっぱさなんかイベントとかでさお会いできる以外はさ何て言うのハレはみんながさ何て言うのみんなはハレの顔を知ってるけどハレはみんなのことお名前しか知らないからさなんかさずるいじゃん <laughs> 俺もみんなのお顔とお名前知りたいからさ。そう、え、お名前教えてくださいって言います。つかちゃんさん、おつはれちゃん、おつはれちゃん、ありがとう。こんばんは。ぎりぎりみやちゃんさん、はれしか、かんたうん、ありがとう。こんばんは。あ、でも、はれ、後ろから、人、なんか、誰かが来るの、本当に苦手なので。 もしかか声かけてくださときは前からがいいです <laughs> 前からでもなんか「ばっ!」じゃなくてなんか「ああのー」みたいな <laughs> すいません要望多くて後ろから何か鬼ごっことかもそうなんだけどさ後ろからな何か,かが来るって本当苦手なんだよねなんかすごい過剰にびっくりしちゃうのそうなんか <laughs> 誰でも過剰にびっくりしちゃうから本当になん何か 驚きすぎて声かけて声なんか普通に友達とかさ「ねえねえ」みたいなやってくれた時にさ「うわっ!」ってなっちゃうからなんか本当にすごい申し訳ない感をねその友達に出させてしまうからそうそうそう本当に過剰なぐらいびっくりしちゃうからあの前からがいいかも。と「キセさんハートありがとう」。 よきますよ。せーの。好き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 ースキーキセさんハートありがとうありがとうございますマイちゃんさんハリシカカータん。ありがとうこんばんはえっとほんちゃんさんおつはれちゃんおつはれちゃんありがとうこんばんは

ありがとうございます。と、ちかげさん、訪問、ありがとうございます。ヨッシーパプさん、レベルアップ、ありがとうございます。ありがとう。と、オッケー。そう、はれ今さ、今日、今日までに提出の課題があって。<laughs> でほんとあと1時間あれば終わりなんですけどちょっと終わってなくてなので少しだけ配信そう遅くなっちゃったんですけど時間は45分までにさせてくださいすみませんあともうねもうちょっとなのもう <laughs> <laughs> もうちょっとしか言わない人 <laughs> なんか作品を作ってその作品の説明とか感想を なんか教授に送らなきゃいけなくてもう感想は書いたんですあと作品をちょっとだけ手直しするだけなんですけどそうまあ多分30分ぐらいあれば終わるからちょっとだけちょ,ちょっとだけで <laughs> もその後なんかその作品が一番生きる場所で写真を撮ってくださいみたいな <laughs> 映え写真みたいなの撮らなきゃいけないらしくってなんかそんなさ、ね、映える場所なんてないからさ我が家に。 どううしようと思って困ってて困るそうなんだよねその写真撮るのに時間かかりそう <laughs> 作るのはさもうなんかねあれかもしれないけどハレちゃんウサギに変身してお腹ついたら会場ざわつかせるから気をつけてね <laughs> あれはね本当にねそうなんかさあの なんか図工でなんか小学生の何て言うんですか小学生とかに図工を教えるなんか図工教何だっけな図工教育法みたいな感じの授業なんですけどだから小学生とかがやるような図工を一緒にやってなんかそれでなんかまあ 実際に自分たちでやったらなんかどのくらい大変かとかどのくらいの工程が必要かとか時間がかかるかみたいなのことがわかるみたいな感じの授業なんですけどなんかさそれでねこここれはいで <laughs> ここでちょっと意義ありなんです <laughs> なんすんか前回の授業の時に先生がなんかその次回はその作った工作を実際に身につけてハロウィンとして なんかそうちょっとハロウィンも近いからハロウィンとしてそうなんかみんなで仮装パーティーみたいなのをしましょうって言ったんですよ。でだからなんかお洋服とかもちょっとなんかその仮装に合わせてなんか着たりとかしたらいいかもねみたいなのを言ってたからハはなるほどと思ってであのウサギちゃんを作ったからそうなんかちょっとこういうね暗めの黒い上下黒で行ったんですよちょっとパーティーっぽく。 そしたら、誰一人そんなことしてなくてさ。もう恥ずかしい。本当パーティー楽しみにしてた人みたいになっちゃった <laughs>。そう、それも。なんかその図工の授業が六限なんですよ。六時間目で一番最後の授業なの。で、だからさ、それ春はそれでも一限から授業あるからさ。一時間目からずっと真っ黒な服着てるのね。で、晴れのクラス結構その授業取ってる子多くて。なんか、それでさ、なんか。あの、今日。 すごいいエレガントなななね服だなと思ってたよみたよみ多分ハロウィンのやつやるからなんかそれで着てるんだなと思ってたんだみたいな言われてさもうだからさ一元からずっとハロウィンパーティー楽しみにしてた人 <laughs> になっちゃってさそうでみんなもっとなんかさ可愛い,いなんかお姫様とか王冠作ってステッキ作ってとかなんかそういうみんなで楽しいみたいな感じだったのグループでなんか1つの。 なんて言うんだろう、だろそのテーマを設けてなんか森の動物たちとか言ってこういうなんかこういうい耳となんか腕輪とみたいなで腰巻きとみたいなのやってたのにさお友達いなかったからさテーマとか何もなくて <laughs> ハロウィンパーティーってことだけを意識してさ、作ったらなんか1人だけすごい凝っちゃって <laughs> なんか凝る方向間違えちゃったみたい。 すっごいなんか鮮やかなうさぎさんになっちゃってさ <laughs> 一人だけ本当の仮装パーティーみたいになっちゃって <laughs> すごい恥ずかしかったあ <laughs> でしょと思って「げ雄さんこんばんは」でこんばんは来てくださってありがとうございますもうちょっと頑張る晴ちゃんも可愛いから頑張るありがとう <laughs> もうちょっとほともうちょっとなの <laughs> 頑張る ジョーディー爺さん、おつはれちゃん、おつはりちゃんありがとう。こんばんは。ハウチムさん、ハレしかー簡単。うんありがとう。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ゴーエさん、ハレしかー簡単。うんありがとう。こんばんは。 ハロウィンコスプレライブならいいけど <laughs> 確かにコスプレライブだったらねなんかすごい手作りで凝ってる人いるなーみたいになるけどさ普通に言ったらねなんかでもさ既製品とかだったらさなんかそういう印象を何て言うのなんかさたまにその着ぐるみ着たりとか、ね、この人は絶対こういう見た目みたいなのでさこうずっと印象付けてさやあの覚えて。 覚えてもらおうとかってさしてくださる方とかいるからさそう,そういうのかなって思うけどさ <laughs> 既製品でもないペラペラのウサギだったらね <laughs> すごい目立っちゃうよねとゴーさんお花ありがとうムーンショットさんこんばんはとこんばんは来てくださってありがとうございますとブンブンさん歯ですか簡単 ありがとう。こんばんは。とみいさんこんばんは。ってこんばんは。来てくださってありがとうございます。はるちゃんは本格派良かったと思うけど、良かったと思う。<laughs> 嬉しい。ありがとう。ちょっと本格すぎちゃった。<laughs> なんかそんな難しいことしてないから、小学生でもできるかなと思ったんですけど、そうちょっとなんか凝っちゃいました。<laughs> ゆうさんこんばんはってこんばんは来てくださってありがとうございますけっけこんばんはってこんばんは来てくださってありがとうございますやっーみーさんハートありがとうありがとうございますそうなんだよえ <laughs> な,なんだっけななんか晴れの隣のグループがなんかピクミンと猿を 合体させたみたみいななキャラクターなんかはじ初,初めて名前聞いたんだけどさなんか若干見たことあったんだけど初めて名前聞いたな,なんだっけななんとかはずピープルズじゃないピープルズは野球選手えっ、ー、何ぞだっけななんとかはずみたいな感じのなんかやつをやってて何だったんだろうあれは <laughs>。 だから、ね、すごい猿本当に猿とピクミンの愛の子みたいな <laughs> 感じのえー、なんか見たことある方いないかななんかねネットフリックスかなんかでアニメやってるらしいんですけどそうなんて言ってたっけな,なんかすごい可愛かった <laughs> みんなで同じなんかこう腕輪みたいなのつけててこうやって,やってた。と。 けっけ流れ星ありがとうありがとうございますとハーチムさんこんばんちゃんってこんばんちゃん来てくださってありがとうございますありがとう無音29日のオフ会の大抵が知りたいです何時頃着替えでライブとか X で上げてほしいあー時間か確かにちょっとじゃあしっかり考えますね でも多分チェキ会は1時間なのでそう2時間お話しして、まあ、1時間チェキ会みたいな感じになると思うから、まあ、2時間お話しっていうかまあでもそうだよね確かにえビンゴってさどのくらいかかかるんですわか, <laughs> かんないビンゴあれ真剣にまあでも時間で切っちゃえばいいのか時間で切って誰もビンゴしなかったとかあるのかな ビンゴって平均でどのくらいで終わるの <laughs> 何人まあえー、難しいでもわかりました任せてください確かにそろそろ大も出しますねと風さんこんばんはってこんばんは来てくださってありがとうございますきっけだるまありがとう行きますよせーのだるま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  だるま、だるま、だるま、だるまけけだるま、ありがとう、レッセイ、ありがとうございますありがとうよくピープルズ知ってるね <laughs> なんかピープルズなんかすごい珍しいお名前だなと思ってそう、知ってたんだよね <laughs> 結構なんかインパクト強くないですかピープルズ <laughs> またね。バイバイのバイバイ。ありがとう。頑張ってね。のぶしろさん、ハーレーしかー簡単、うん、ありがとう。はるちゃん、こんばんは。お疲れ様で、こんばんは。来てくださってありがとうございます。のぶしろさん、ハートありがとう。行きますよ。よせーの 好き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 すきのびしろさんハートありがとうありがとうございますそしてだるまもありがとういきますよせーのだるま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 のびしろさんだるまありがとう 嬉しいありがとうございますありがとうはるちゃんの手作りお菓子はオフ会で食べれますか <laughs> えーちょっと難しいですね <laughs> なんかさ涼しくなってきたとはいえさまだまだ食中毒とかあるしさわかんないよもしかしたらさ晴れすっごい実はさ裏で悪い人でさなんかあの <laughs> 食べ物にさなんか入れ,入れ込むかもしれないよなんだろう 分か,ととか, <laughs> かんないけどすっごいなんかさ怪しい液体とか入れてるかもしれないじゃん。って言ってそう本当の魔女かもしれない <laughs> からそうちょっとみんなの安全を守るためにちょっと手作りお菓子はあげられないです <laughs>。そうもしかしかたらね そう晴れの本当の正体は魔女かもしれないから <laughs> ねハルさん訪問ありがとうございますカッスーさんおつハレちゃんおつハレちゃんありがとう初めまして藤崎晴れですハレちゃんって呼んでくださると嬉しいです来てくださってありがとうございますありがとうハレちゃんはいい人だから <laughs> 嬉しい まあね、そんなことはしませんけどそうそうそうもしかしたらね <laughs> あとまあシンプルにねみんなの健康健康というかそうなんかあったからじゃ遅いしちょっとお料理はあまり得意ではないです <laughs> ないですなので食べれないです和也さんおつはねちゃんおつはれちゃんありがとう こんばんばはるちゃん今かわいいから魔女でもいいよ魔女でもいいの <laughs> みんな毒リンゴかもしれないよ <laughs> 魔女でもいいかじゃあいいか <laughs> と知ってる知ってるそうはる本当にね料理あんま得意じゃないでもそのきゅうりをお漬物にするとかそうあの。 オムライス作るとかお肉焼くとかね切るとかそういうなんかぐらいはできる <laughs> でもマカロンみたいにさなんかちょっとした回し方がとかさなんかここで空気をなんかどのくらい抜くかによってみたいなそういうなんかニュアンスで料理するのはちょっとできないですもう何ていうの切る <laughs> これをこうやって切るキュウリをこ,のこうやって切るとかさ 縦に切る、横に切りとかそういうことだったらできる卵卵割るのもできない卵割るのもできる <laughs> ただその半熟か完熟かみたいなそのねあるじゃないですかそれをちょうどいい硬さにするとかはできないそういうニュアンスの問題はできない <laughs> 何分ゆでるとか割るとかそう確定したことだったらできます <laughs> そりゃみんなそうか <laughs> そう難しいよねだってさねりょうなんかさそういうお菓子系ってさ不思議じゃないですかちゃんとさ書いてある通りにやってるのに失敗するんだよなんか膨らまないとかさなんか違うみたいな <laughs> ねニュアンスの世界すぎて難しいサンキさん訪問ありがとうございます あと意外とさそのオーブンとかでさ何分間温めますみたいな加熱しますとか言ったってさやるけど全然固まらないとかさあるじゃないですか何でちゃんとワット数も時間も一緒なのにさえーみたいなでなんかさあーもうちょっとかーとかって思ってやってると急になんかそれなんかいいタイミングを過ぎてしまってちょっとなんか焦げるみたいな <laughs> ってなる。難しいよね。お料理って。ね。と、それでも卵さ割ることはできるんだけど、ゆで卵をさ綺麗に剥くって意外と難しくないですか？え、なんでだろう？ゆで卵綺麗にまむくの出来立てすほやほやだったらいいんだけど、ちょっと冷えてからやばい。剥かなきゃと思ったらもう外側がすっごいくっついちゃうからと。 あとあれも,もほぼ食べたことないから作ったこともあんまないけどなんだっけ目玉焼きを目玉焼きを綺麗に焼,焼けない <laughs> 難しいでもほぼ目玉焼き食べたことないからまあそんな困らないけど <laughs> なんかあのさいい感じに上膜貼ってみたいな。 でもさその下はずっと同じ状態だからさ下が焦げちゃうのそのフライパンに接してる面が焦げちゃうんですよでなんか目玉焼きを,をそのフライパンに接してる面が焦げちゃうけど上はまだ火が通ってないから本当になんかただ下が焦げただけみたいな目玉焼きができちゃうのでも綺麗な目玉焼きってさなんかもう全体的に白いじゃないですか,こうなんか黄身の部分もなんか白い膜みたいなの貼っててみたいなの わかりますこの晴れの思う目玉焼き像 <laughs> そうなんかふ蓋とかしてさなんかちょっとこう蒸し焼きみたいにするのかなわかんないけどなんかもう目玉焼き謎なんだよねただ焼けばいいと思ってただけなんだけどなんか違うみたいで <laughs> 全然綺麗に焼けないの目玉焼きえーっと レリ,リーナートさんかなレナトさんかなおつ晴れちゃんおつ晴れちゃんありがとうこんばんは初コメ初訪問ありがとうございますありがとう藤崎晴れですとお天気の晴れって書いてそのまま晴れって読むのでよかったら晴れちゃんって読んでくださいありがとうと晴れちゃん料理の工程でまあいいかって入れてそうだけどさ <laughs> そうなんだよね「まあ、いっか」ってそうママちゃんもそうなんだけどさまあなんとかなるよ「まあ、いっか」<laughs> 結構そうなんかそれこそさお料理のさそのサイトとかで見ると大体2人前とかだったりするじゃないですかでも我が家はその人数分作るというかじゃなくてあるだけ作るなんですよ。<laughs> その例えば野菜さんピーマンとか買ってきたとしてなんかそしたら。 まあ4人だったら一人何個でだからピーマン何個使えばいいやとかあるじゃないですか違うのなんか一旦切るだけ切ろうみたいな一 <laughs> 袋丸々使ってピーマンがこのくらいの量なんだったらじゃあお肉はこのくらいかなとか <laughs> その材料はあれなんだけどで何対何,何みたいなのをなんか若干目分量みたいな <laughs> 感じだから本当に。 なんかこいやこれは多すぎるでしょみたいな量を作るんです毎,毎回ねママちゃんは <laughs> そうだからそういうママちゃんから教わってるからハレも大体「まあいいか」<laughs> あああんかちょっと醤油の量入れすぎちゃったから他もちょっとずつ入れればいいや <laughs> ちょっとずつ足しちゃおう」みたいな本当にそんな感じのりのりですだから お菓子作りとかそういう繊細なのは向いてないの <laughs> とたけちゃんさんこんばんはってこんばんは来てくださってありがとうございますありがとうのらにゃんさん吉太郎さん訪問ありがとうございますマツさん今日めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い嬉しいありがとうございます髪の毛伸びてからマツさんさ応援するあでも初めてじゃないかな 髪の毛をね伸ばして暗くしたのだからかしらあと巻いてる今日でもちょっと巻きも取れてきちゃったけどそう若干巻いてたのだからかなありがとうイイ <laughs> 少し水を入れて蓋をするのあそういうことお水を入れるのかなるほどねそれでちょっと蒸し焼きみたいにするのか 水入れてなかっただからかなぁたっけーさんこんばんはでこんばんは来てくださってありがとうございますななさん訪問ありがとうございますそうなんかショックだった晴れだいば焼き作れないんだ晴れと思って <laughs> 結構ショックだったんだよねだからなんか途中で諦めて それは食べたのかな食べたんだか途中でなんかグシャグシャって崩してスクランブルエッグにしたんだか忘れたけどそうなんかでもゆで目玉焼きじゃない卵焼きは作れますお弁当のために卵焼き練習したから卵焼きは作れるそう目玉焼きが作れなくて <laughs> なるほどね水を入れて蒸すんだくまくまさん あれですか？簡単うん、ありがとう。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとう。とタッキーさんハートありがとう。ありがとうございます。あとなんだろう。何あでもそんなになんかさ作れないもの作れるものを探すほど料理してないからあれだけど何かやった時すごいね。 失敗したんだよね <laughs> でもなんかそういうなんか誰でも簡単にできるみたいなさいうお菓子あるじゃないですかちょっと溶かして固めるだけみたいな溶かして混ぜて固めるだけみたいなそういうのをあこれだったらできるかもと思って作ってやると誰も食べてくれないの <laughs> ひどくないなんかねちょっとおすすめしてね れこれ作ったんだって言って食べてって言ってやるとなんか全然みんな食べてくれないから結局ハレが全部食べなきゃいけないなんかあーそっかみんな食べないかハレの一瞬のそのなんかパティシエのさ一歩をねすぐに立たれるあんまみんなお菓子食べないのかなかんないまだに我が家の生態がよく分かんないけど 全然食べてくれないパンケーキはうまかったよねそうパンケーキはね得意なの <laughs> パンケーキは結構ぺちゃんこの,のも上手に焼けるしふわふわ系も上手にできるでもパンケーキはそう誰でも <laughs> 誰でもできるってできるんだけどそうなんかさ泡立て器みたいなあのウィーンってやつでメレンゲを作ったもん勝ちです そう <laughs> パンケーキまでそうなんだよえー、パンケーキ食べたくなっちゃうすぐ食べたくなっちゃうナゾさんカットさん訪問ありがとうございます誰も食べてくれないくさん <laughs> 本当に誰も食べてくれないんだよママちゃんはなんか1個は食べてくれるパパちゃんと弟ちゃんはんパパちゃんはねおーって言ってまあ1個食べてくれるかどうかぐらい。 弟ちゃんは本当に食べてくれない <laughs> えーどうなんだろう食べてくれたとこあんま見たことないんだけど <laughs> まあそんなに椅子にいないっていうのもあるけどそうなんだよねなんかハレが「えこれ作ったんだ」とか言ってもなんか「へえ」って言って <laughs>「へえ」って言ってさ「え食べていいんだよ」って言っても「おう」って言って食べてくれないの信頼なさすぎじゃない <laughs> 悲しいそうだから晴れが一人で黙々と食べるんだんか学校とかない日は本当に朝昼晩3食それを食べるあそれだけじゃないよデザートとしてそれ食べたりとかして一 <laughs> 人で消費していくの悲しいヤンさん訪問ありがとうございますうのさん ハーレーしかー簡単うん。ありがとう。茜色のマントさん、ハーレーしかー簡単うん。ありがとう。こんばんは。はるちゃん、こんばんは。今日は大人っぽいですね。大人っぽい。こんばんは。やっぱ黒いお洋服とか着ると大人っぽく見えるのかしら？ありがとう。こうじさん訪問ありがとうございます。ありがとう。 こんばんばはそうでもさなんかこうネットとかさ YouTube とかでさ料理系のね動画とかハレ見るの結構好きでさやっぱああいうのってすごい手際がよくさ映ってるからさすっごい簡単そうに見えるよねなんか <laughs> すっごい簡単そうにやっててハレはできるんじゃないかって思うんだけどなかなかねハレちゃんやっぱりオフ会用に作ってきて <laughs> <laughs> なんてそれでみんな残したらもうハはり本当に印象料理できないよ <laughs> トラウマトラウマみんなの分さなんかハロウィンのお菓子作ったんだとか言ってみんなそ会場に置いて帰るの <laughs> ショックすぎるってもうハはり1人でこれで食べるしかなくなっちゃうよ <laughs> 誰も食べてくれなかった <laughs> まあでもみんなは食べてくれるんだろうけどもし作ったらね <laughs> 本当に悲しくなっちゃうわ <laughs> ということでそろそろ腹筋をして配信を終わりにしていきたいと思いますと残したら罰金ですよそうだよお残しは許しまへんでですよ <laughs> 本当に よしということで腹筋をしてまいりますいきます大丈夫せーの12345 67。 二十四、二十五二十六二十七あれあってるか二十八二十九三十二三十三

四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、ラスト 五十。オッケー。本日も腹筋が痛いでおります。と、ボスさん、おつ販にちゃん、おつわりちゃんありがとう。さっき二十七回ぐらいでさ、何回やってるか分かんなくなっちゃって、あれ?。二十七って行き過ぎたと思って <laughs>。なんかすごいズルしたかと思っちゃった。合ってたよね、多分。大丈夫だよね。 ボスさん流れ星ありがとうありがとうございます音符もありがとういきますよせーのこんな好きになると思っていなかったありがとうありがとうございますフィンさんこんばんはだこんばんは来てくださってありがとうございますボスさんだるまありがとう行きますよせーの だるま、だるま、だるま、だるま。だるま、だるま、だるま、だるま。フィーさん、あ、間違えちゃった、ボスさん、だるま。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。と。えっと。 ボスさん、力士ユウさんストームさんパチパチってありがとうありがとうございます回数ごまかすのかと思った合ってたよ <laughs> 合ってたよかったよかったそうなんか分かんなくなっちゃってあれと思って <laughs> こんなにいったっけと思ってさそうなんか3回ぐらいフライングしたかなって思ったけど合ってた <laughs> ということでランキングお読みします 十三位にじいろ四十七さん、十二位ほんちゃんさん、十一位レーズンさん、十一位ピレキさん、九位タッキーさん、八位のぶしろさん、七位みんさん、六位キセさんあ間違えちゃった六位ストームさん、五位キセさん、四位ケッケン、三位ゴイさん、二位ナオトさん、そしてそして一位レキジ、ありがとう。 嬉しいありがとうございます皆さんも星投げカウントギフトコメントをたくさんたくさんありがとうございますありがとうと課題倍写真頑張ってねありがとう頑張りますそうちょっと映写真撮ります <laughs> ということでちょっと今日は遅めにす始めてこの時間に終わっちゃうんですが来てくださって皆さんありがとうございました 明日もえっ、ー、と夜22時から配信するのでよかったら皆さんお越しくださいそれでは今日も楽しい時間をありがとうございました今日も素敵な夢が見られますように行きますよせーのおつはれちゃんありがとうありがとうございました またねーバイバーイ,バイ,バーイおやすみなさい